純一は、井上う也による、恋愛小説の連作短編集。マガジンハウスの PR 誌、うふ。に、連載、同社より2003年11月20日に刊行された。26歳の青年、純一と14歳から62歳まで9人の、女性との刹那の愛を描く。第11回、島瀬恋愛文学賞受賞作。これがひろを中心とする制作者集団。 文福の企画で子孫淳主演により、テレビドラマ化され、関西テレビにて2019年7月から8月まで放送された。英子30歳、菅28歳、あゆ子62歳、みゆき26歳、ちひろ29歳、るい14歳、きょうこ43歳、き38歳、みか20歳、純一、26歳、 純一子孫純関西テレビにて2019年7月13日から8月17日まで土曜日の1時55分から2時25分にまた別途シーンなどいくつかの追加シーンを含むディレクターズカット版 PG-12 が日本映画専門チャンネルにて同日の23時から23時45分に放送された全6話放送に先立ち 2019年4月にフランスカンヌにて開催のカンネ国際シリーズフェスティバルのコンペティション部門に正式出品。6月14日から1週間限定で丸の内ピカデリーにて劇場先行公開6月26日からアマゾンビデオ及び iTunes でデジタルセル先行配信された。ありがとうございます。